どうも、ノンサリネオです。さあ、今回の企画はバーチャル恋愛相談室ということで、なんと視聴者の皆様からこういった時どういう返しをするのか知りたいということが来ましたので、今回はそれをテーマにやりたいと思いますが、今回のテーマ、1年記念日、付き合って1年経った時の記念日を彼氏が忘れてた場合、そこを追及されます。彼氏側は何て答えるでしょうと。まあ、1年記念日にとらわれても誕生日でもいいんですけども、今回来たら一応1年の記念日を忘れてた時に、うわ忘れてた、そうか今日そういう日やったんや、突き詰められてきた、今日何の日か分かる、1年記念日やのになんで覚えてないのよってこう歩み寄られた時に、男側はどういった返しをすれば彼女に嫌われず、そして穏便に恋愛生活を送れるのか、私がお答えをお教えしたいと思います。 It's showtime。何の日？え、何かの日やったっけ？え、何の日？今日誕生日じゃないしな。え、何の日や？え？ちょっと、分からへんねんけど。ごめん。毎日が付き合いたてのような幸せやったから、もうそんなに経ってるって思ってなかったわ。もう1年経ったんや。いやだって付き合いたてみたいな幸せがずっと続いてるから、毎日が付き合って初日っていう感じかな。1年か、じゃあお祝いしに行こっか。さあ、今回なぜこのような答えにしたかと言いますと、やっぱりこの記念日を覚えてなかったというのは、まあこの男性側の落ち度ではあると思うんです。でもなかなかこの覚えきれない、パッとド忘れしてしまうこともあるので、そんな時にもう記念日なんか気にしないぐらい、記念日なんか忘れてしまうぐらい毎日が幸せすぎたということをこの彼女に伝えてあげる。まあこれによって、まあ彼女側もちょっと、まあ毎日が幸せすぎて、え、毎日がもう付き合いたてのようなハッピーな気持ちやったからって言われたら、ちょっとボケっぽくもあるし、言われて嬉しい言葉でもあるので、逆に恋愛ってどっちかっていうと付き合いたてが最高潮でこう右肩下がりになる人が多かったりするんですけれども、もう出会った頃の気持ちが1年ずっと続いてたという表現方法によって、相手の気持ちを逆立てせずにハッピーな気持ちにしてあげる、これが一番やと思いますので、今回私完璧な答えをお届けできたんじゃないでしょうか。私の答えが良かったのか悪かったのか、ぜひコメント欄に皆様屈託のない思い思いの言葉投げかけてください。これ人で見ないでね、私の返しだけで判断してください。この返しを平野翔くんがやってると思って一回脳内で想像していただいて、この返しがありなのかなしなのか、皆様のジャッジ楽しみにしております。この動画を見て興味を持ってくださった方々、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。